情報処理安全確保支援士、令和2年秋、午後に問いの解説を始めていきます。問いに、クラウドサービスを活用したテレワーク環境に関する次の記述を読んで、質問1から6に答えよ。というところで、本文を一通り読んでいること前提に、質問部分から見ていきたいと思います。質問1、要件2の対応について、1から3に答えよ。質問1の1、 本文中の河線1について QR コードに含まれ OTP アプリが OTP の生成に使用する情報を回答群の中から選び記号で答えようというところで河線1について見ていきたいと思います。そして下線1ですね。当該 QR コードを OTP アプリで読み込むとありますけど、この部分だけではわからないのでこの周辺を追っていきましょう。 そして、OTP アプリが何かというところは、こちら、スマホアプリ方式になります。OTP 表示用のスマホアプリケーションソフトウェア以下、OTP アプリというを利用する。OTP アプリは、TOTP、Time Based One Time Password アルゴリズムに従って、OTP を表示するとなります。そして、その流れとしては、PC から Web ブ,ブラウザーで IDAS-Y にログインして、IDAS-Y の OTP アプリ初期設定用 QR コードを表示する機能にアクセスし OTP ア, OT ア, OT アプリ初期設定用の QR コードを表示させるそして当該 QR コードを OTP アプリで読み込むとありますけどこちら IDARSY の OTP アプリ初期設定用の QR コード表示機能というところがこちらのサーバーにありますそして PC の方はこちらの IDARSY のその機能の方にアクセスすると QR コードをこちらの PC 画面に表示させます。そして利用者はこのスマホアプリでこの QR コードをこちらの OTP アプリで読み込みます。この時何が起きているのかということですね。こちらの IDASY の OTP アプリ初期設定用の QR コード表示機能というところは シークレットキーやシェアードシークレットとも言いますけど、こちら秘密鍵の情報をこの画面に表示します。そして、ワンタイム生成アプリが何をするかといったら、この秘密鍵、シェアードシークレットと、現在の時刻からワンタイムパスワードを生成します。 そして、このワンタイムパスワードとどうサーバーが突合するかといったら、サーバーも同じように、このシェアードシークレットの内容を持っているので、送られてきたワンタイムパスワードと、このシェアードシークレットプラス現在の時刻から生成したワンタイムパスワードの内容と一致するかというところを見ます。そして、一致すれば認証 OK となります。 今回の回答としては、こちらのシェアードシークレットというところが当てはまりますので、意が正解になります。質問1の2、本文中の下線2について、Y 社のネットワークからのアクセスだけに制限しなかった場合、OTP についてどのような問題が起きると考えられるか、起きると考えられる問題を30時以内述べようというところで、下線2について見ていきたいと思います。 そして、下線にはこの部分ですね、周辺を見ていきましょう。IDASY の OTP アプリ初期設定用の QR コードを表示する機能へのアクセスは、E 社利用者 ID でログインするときには、E 社のネットワークからのアクセスだけに制限することにしたってあります。こちらは、E 社のネットワーク以外からもアクセス可能にしたらどういうことが起きるかという観点で考える必要があります。 インターネットを通じて誰でもアクセスできてしまった場合もしこの利用者 ID が漏れてしまった場合 IDASY の QR コードの表示ができてしまうというところが問題点としてありますつまりワンタイムパスワードを生成して不正ログインができてしまうという問題点がありますこれらをまとめると第三者の OTP アプリで不正に OTP を生成される とというところ説問1-3図2中及び図3中の A から F に入れる適切な通信メッセージまたは処理を回答群の中から選びあから K の記号で答えよというところでこちら図2、図3中のこちらのフローの方を見ていきましょうそして図2と図3はこちらのフローの方になるんですけどこちらの前の文章であるこちら i d a r s オープン ID コネクト、インプリシットフローというところが非常に重要な用語になっていて、これらの用語の意味、フローを知っていないと、こちら問題を答えるにはちょっと困難なものになります。ですので、こちら i d a ー s オープン ID コネクト、それと関係する OOS2.0、インプリシットフローというところを動画で解説しましたので、そちらの方をご参照ください。約20分程度の動画になります。 その中でこちらのフローの解説も入れています。IDAS、アイデンティティーアスアサービスについて説明せよ。IDAS について説明していきます。IDAS は、アイデンティティーアスアサービスの略で、クラウド経由で ID 認証及び ID パスワードの管理、シングルサインオン、アクセス制御などを提供するサービスのことになります。以前の動画で、クラウドサービスである サース、パース、イヤースについて説明しましたが、今回の i d a ー s は認証認可部分のサービスを切り離したソリューションになります。講義には s a ス s に含まれたりします。こちらのサース、パース、イヤースについての詳しい説明は、IT 用語動画時点でクラウドで検索すると以前の動画が見られるので、クラウドで検索してください。そして i d a ー s を構成するのには必要な要件が大きく2つあります。 まずは ID マネジメント機能、アイデンティティマネジメント、ID m IDM になります。ID やパスワードといったユーザーのアイデンティティを IDP、アイデンティティプロバイダーとして管理する機能で、シングルサインオンの実現や ID の一元管理で手間が省けたりします。 そしてアクセスコントロール機能として認証認可機能を提供します。サービス利用詳細として以前の動画で OOS2.0 オーオーや OpenID Connect について説明していますけどこちらも IDAS で提供される機能の一つの代表例としてあります。そして情報処理安全確保支援士令和2年秋午後に問いにで IDAS を用いた二要素認証についての説明があります。認証の種類の例として 例えば、SMS 方式ですね。事前に登録した電話番号に SMS で送付する機能。そして、自動音声方式として、事前登録した電話番号に自動音声でワンタイムパスワードを通知する機能。 そしてスマホアプリ方式としてワンタイムパスワード表示用のスマートフォンのアプリケーションソフトウェアを利用してワンタイムパスワードのアプリはその時の時刻をもとにワンタイムパスワードを表示しますそしてファイド方式は事前登録したデバイスでファイド認証を行うというところがあるんですけど IT 用語動画時点でファイドで検索すると こちらで過去の動画について見られますので、こちらでファイルの仕組みについてご確認をお願いします。OOS2.0 について説明していきます。今回の動画解説は OOS2.0 についてざっくり説明していきます。OOS2.0 にはいくつかフローがあるので、そのフローの詳細版は別動画でアップする予定です。まず、登場人物としてアプリを利用する利用者がいます。 そしてその利用者はスマホを持っていて利用するクライアントアプリがインストールされています。そしてこのクライアントアプリが利用するデータというところはこのユーザーのデータを管理するリソースサーバーが存在します。 そのデータを取得するのは、この API が用意されていて、クライアントアプリはこの API にアクセスするイメージなんですけど、直接アクセスすると誰でもアクセスして、このデータが盗まれてしまう可能性があるので、許可されたものだけが利用できるというふうに、このアクセストークンというものを持っているものだけが、このデータを取得するようにします。この アクセストークンを管理しているサーバーというところが認可サーバーになりますアクセストークンは許可証やコンサートのチケットみたいなものになります処理の流れとしてはこの利用者がまずクライアントアプリを使いたいといった場合にこのクライアントアプリは認可サーバーに対して このアクセストークンください。このリソースサーバーのデータを得るために、このアクセストークンをくださいというふうに問い合わせをします。そして認可サーバーは、まずこの利用者に対して、クライアントアプリに許可、アクセストークンを与えてよろしいですかというふうに問い合わせます。そして画面上でクライアントが必要な情報を入れて OK を押すと、 リンカサーバーの方で利用者の方がアクセストークンを発行してくださいという依頼がありましたというところを判定して OK だったらこのクライアントアプリの方にこのアクセストークンを返します。そしてクライアントアプリはこのアクセストークンをゲットします。そしてこのアクセストークンは このリソースサーバーにあるデータというところにアクセスできる権限を与えられているので、このリソースサーバーに対して、このゲットしたアクセストークンというところを渡してあげます。 そしてリソースサーバーはこのアクセストークンがこの認可サーバーによって発行された信頼できるアクセストークンというところを判定してそれが問題なければクライアントアプリに対してこちらのユーザーのデータを返して利用者はこちらのクライアントアプリが利用できる状態になります。 以上が OOS2.0 のざっくりした流れになるんですけど、OOS2.0 が何かといったら、OOS2.0 はこの部分の流れですね。認可サーバーとクライアントアプリのやり取りでアクセストークンを発行するときの流れの部分が OOS2.0。 と言われれてて rfc 6749で標準化されていまはじめに言ったようにこの OOS2.0 というところはいくつかフローがあるのでまた別動画でそのフローの方を説明していきます。今回の説明は以上になります。令和2年秋の情報処理安全確保支援士で OpenID Connect という技術が問われてるんですけど OpenID Connect はこの OAuth2.0 の機能を拡張したものになりますのでこの OAuth2.0 の機能というところはしっかり覚えておくようにしてください認証認可千葉は OpenID Connect について説明する OpenID Connect について説明していきます以前の動画で OAuth2.0 について説明しました 実はオープン i d コネクトというところは OOS2.0 を拡張したものになります。OOS2.0 について理解されていない方は以前の動画で OOS2.0 で説明していますので IT 用語動画時点で検索をお願いします。そして OOS2.0 はこちらのアクセストークンを発行する仕組みでした。今回のオープン i d コネクトは ID トークンを発行する仕組みで、OS2.0 のアクセストークンを発行する仕組みを流用して作られたものになります。例えば、自分自身の身分証明書があった場合に、自分自身で発行して、のログインしたいサーバーに送ってしまうと、自分で発行した身分証明書は信用できない、なりすましの可能性があるというところで、信用できないものになってしまいます。 今回の OpenID Connect というところは、この身元証明に対して、この OpenID プロバイダーというところが、この身分証に対して、この OpenID プロバイダーが持っている秘密鍵を用いて、電子署名を発行して、この人本人であることを、この OpenID プロバイダーが証明します。この署名付きの身分証明書というところを ID トークンと言います。 そして、この ID トークンを発行するのが OpenID プ,プロバイダーになります。流れを追って説明していきます。クライアントアプリは OpenID プ,プロバイダーに対して ID トークンを発行してくださいというふうにお願いをします。 そして OpenID プ,プロバイダーはこの利用者に対してクライアントアプリに ID トークンを発行しますか発行する場合は本人情報の提示をお願いしますというふうに確認をして それで利用者がこちら本人情報を受け渡します。そして OpenID プロバイダーはこの利用者が信用できるということだったらこちら署名付きの身分証明書というところをクライアントアプリに返します。そしてクライアントアプリはこの ID トークンをリソースサーバーに渡してリソースサーバーそれを検証してデータを渡すという流れになります。OOS2.0 の仕組みと OpenID プロバイダー の仕組みを掛け合わせて使うことが多いです,ですので、こちらのサーバーの方も、OpenID プ,プロバイダーと認可サーバーの役割を果たしていて、クライアントアプリは、ID トークンとアクセストークンを発行してくださいというふうに依頼をかけて、このクライアントアプリは、ID トークンとアクセストークンを受領して、リソースサーバーに渡すという流れが一般的にあります。 この ID トークンだけを発行するのか、アクセストークンも合わせて発行するのかなどのフローは何パターンかあるので、この後フローについて説明していきます。OpenID Connect のフローについて説明していきます。まずは Response Time イ,イコールコード RFC6749 では認可コードフローと言われるフローについて説明していきます。 まず登場人物として利用者そしてクライアントアプリオープン ID プロバイダー兼認可サーバーそしてこのオープン ID プロバイダーと認可サーバーには API の口があって認可エンドポイントとトークンエンドポイントというところがあります。 そしてリソース、データを管理するサーバーとしてユーザー情報エンドポイントという API の口があります。前提としてアクセストークンだけを発行することも可能なんですけど、今回はアクセストークンと ID トークン両方発行しますという依頼の流れで説明していきます。まず、クライアントアプリは OpenID プ,プロバイダー兼認可サーバーの このの認認認可可エエンンドポイントト API に対して認証認可リクエストを行いますそして認可エンドポイントから利用者に対して認証認可を行うために ID トークンとアクセストークンを発行していいですかというふうに問い合わせますそして利用者の方は問題なければ必要な情報を入力してこの認可エンドポイントに情報を返します そして利用者が渡したデータに問題がなければこの認可エンドポイントはこの認可コードというところを発行してそれをクライアントアプリに返しますそして認可コードを得たクライアントアプリはこの認可コードを渡してトークンリクエストをこのトークンエンドポイントに対してトークンリクエストを送ります そして認可コードを検証して問題なければこの ID トークンとアクセストークンというところをクライアントアプリに返しますそしてクライアントアプリは本来欲しい情報だったデータというところをこの ID トークンとアクセストークンをユーザー情報エンドポイントに渡してこのリソースサーバーの方が検証して問題がなければデータを渡すという流れになります 次は、レスポンスタイプがトークンの場合、RFG6749 の Implicit Flow に該当します。これは、アクセストークンを認可エンドポイントから取得するんですけど、認可コードと ID トークンはありません。まず、クライアントアプリは、認証認可リクエストを認可エンドポイントに対して行います。 そして認可エンドポイントは利用者に対してアクセストークンを発行してよいですかという認証認可の問い合わせを行います。そして利用者が OK ですとした場合に認可エンドポイントがここのアクセストークンを返します先ほどまではこのトークンエンドポイントがアクセストークンを返してたんですけど認可エンドポイントがアクセストークンを返すというところがこちらのポイントになります。 次はレスポンスタイプが ID トークンの場合について説明していきます。ID トークンの場合は、ID トークンを認可エンドポイントから取得して、認可コードとアクセストークンはありません。まず、クライアントアプリは認証認可リクエストを認可エンドポイントにします。そして、認可エンドポイントは利用者に対して ID トークンを発行してよいですかというふうに問い合わせをして、利用者は必要情報を送ります。 そして認可エンドポイントはこちらですね。ID トークンの方をクライアントアプリに返します。この場合もトークンエンドポイントは何も返さない。ID トークンは返さないというところがポイントになります。次はレスポンスタイプが ID トークン、トークンの場合について説明していきます。これは ID トークンとアクセストークンを認可エンドポイントから取得します。認可コードはありません。 ククライアアントトプリリは認証認証可リクエストを行いますそして認可エンドポイントは認証認可を利用者に対して ID トークンアクセストークンを発行してよいですかというふうに問い合わせて利用者は必要な情報を返しますそして認可エンドポイントがこちらの ID トークンとアクセストークンをクライアントアプリに返します次にレスポンスタイプが「 コード ID トークンの場合について説明していきます。これは ID トークンが認可エンドポイントとトークンエンドポイント両方から発行される流れとなります。まずは認証認可リクエストを認可エンドポイントに対して行います。そして認可エンドポイントから認証認可要求を利用者に対して行います。 ID トークンとアクセストークンを発行してよいですかというふうに利用者に問い合わせて利用者は必要な情報を返します。そして認可エンドポイントは認可コードをクライアントアプリに返すのと同時にこちらの ID トークンもこちらのクライアントアプリに返します。そして認可コードを手に入れたのでその認可コードを トークンエンドポイントに渡します。そしてトークンエンドポイントはこちらのアクセストークンと再度 ID トークンも返します。ここでのポイントは認可エンドポイントが ID トークンを返してさらにトークンエンドポイントでも ID トークンを返すというところがポイントになります。次はレスポンスタイプがコードトークンの場合について説明していきます。まずクライアントアプリは 認認認証可可リクエエストトをンンドポイントに対して行いますそして認可エンドポイントから利用者に対して認証認可 ID トークンとアクセストークンを発行してよいですかというふうに問い合わせて利用者は必要な情報を返しますそして認可エンドポイントは認可コードをクライアントアプリに返すのと同時にこちらの アクセストークンをクライアントアプリにも返します。そして認可コードを手に入れたのでトークンエンドポイントに対してこの認可コードを送ってあげてトークンエンドポイントはこの認可コードを検証してアクセストークンと ID トークン両方を返します。ここでのポイントは認可エンドポイントからアクセストークンそしてトークンエンドポイントからもアクセストークンと ID トークンが返ってくるというところがポイントになります次はレスポンスタイプがコード ID トークントークンについて説明していきますまず認証認可リクエストを認可エンドポイントにして認可エンドポイントから利用者に問い合わせをするというところは同じになりますそしてこの認可コードを返すのと同時にアクセストークンと ID トークン両方ともクライアントアプリに返します トークンエンドポイントに対して認可コードを送ってその時のレスポンスとして再度アクセストークンと ID トークンが返却されますここでのポイントは認可エンドポイントでもトークンエンドポイントでもアクセストークンと ID トークンが返却されるというところがポイントになりますレスポンスタイプが NON の場合ですけど認証認可リクエストを認可エンドポイントにして 利用者に対して認証認可を行うんですけど、その後認可コードもアクセストークンも ID トークンも何も発行しないというところがレスポンスタイプがノンの場合の特徴になります。それでは情報処理安全確保支援士令和2年秋午後に問いについて今説明した内容で解ける問題がありますので、こちらの方を解いていきましょう。こちらは OpenID Connect に関するフローの穴埋めになります。 まず VD から SaaSX にログイン要求をして SaaSX から認証要求を VD に対して行います。そして VD は転送された認証要求として認可エンドポイントに対して問い合わせを行います。認可エンドポイントに該当する場所が何かといったらここの認証処理というところがこちらの利用者とのやり取りになります。そしてそれがうまくいった場合に認可コードを返します。 認可エンドポイントなので、こちら認可コードをここで返しているというところがわかります。では、その手に入れた認可コードをどうするかといったらトークンエンドポイントに渡してあげる必要がありますので、この A の部分に当てはまるのは、この認可コードを渡してあげて、トークンエンドポイントに対してトークンの要求を行います。 そしてトークンの要求を行って認可コードを渡しているのでこちらのトークンエンドポイントは認可コードの検証を行いますですので B の部分は A が当てはまりますそして認可コードを検証してトークンを返しますこの部分ですね ID トークンやアクセストークンをこちら検証が OK だったら返すというところで この SaaSX に対してトークンを返すというところがイ、e、になります。そして SaaSX はトークンを手に入れたので、このトークンを検証しますので、A がこちらの D に当てはまります。 あとはこの部分ですね。リソースサーバーへの問い合わせというところで、ゲットしたトークンをリソースサーバーに渡してあげるというところで、スタートがここの SaaSX でユーザー情報エンドポイントに対してユーザー情報を取りに行くというところがこちらですね。かのユーザー情報要求がこちら E の部分に該当します。 そしてリソースサーバーユーザー情報エンドポイントの API はこの受け渡されたトークンを検証して問題なければこのままユーザー情報を応答しますので O が当てはまりますそしてこちらの問題の延長線上でインプリシットフローに関する問題もあります そして、こちらの implicitflow の方は、こちらの認可エンドポイントの方でもう全てが完結してしまうというところで、こちらの d に当てはまるのは、アクセストークンはここでもう手に入っているので、ここでアクセストークンを検証するというところで、a が当てはまります。ですので、トークンエンドポイント、ユーザー情報エンドポイントというところは、implicitflow では使わないというところを表したフローになります。 以上になります。このチャンネルでは情報処理技術者試験で問われる IT 用語を中心に分かりやすく動画解説しています。これからも解説動画を増やしていきますので、高評価、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。過去動画検索には、まさるの勉強部屋様とコラボ作成しています IT 用語動画辞典をご活用ください。概要欄にリンクを貼っています。ご視聴ありがとうございました。